鬼沼エビ、学名エーティプシススピナイプスは、10脚目沼エビ科に分類されるエビの一種。西太平洋沿岸の熱帯域の川に生息する、大型の沼エビである。ペットとして飼育されることもある。鬼沼エビ属エーティプシスは、本種とエーマラッケンシスの2種だけで構成される。生態は、体長 71mm に達するが、50mm までの。 個体が多い日本産沼エビ類では最大種で標準和名の鬼も大型であることを表している。種内ではメスの方がオスよりも大きい。楽覚は短く、火炎のみに3から8個の巨子があり、上炎には巨子がない。個体の不足のうち第一対二歩脚がハサミ足となり、この先端に長い毛が並んで生える。またその後ろにある。 第3歩脚は、ふわしの中で最も太くて長い。第3第五歩脚は長節、腕節、前節が太く発達するが、指節は短くて小さい。小寸田列島、サモア、九州南部まで、西太平洋の熱帯海域沿岸に分布する。タイプ産地は、フィリピン諸島である。日本では、九州南端の記録があるが、多く見られるのは、 南西諸島である。熱帯域の流れの速い川に生息する。水流に向かって2体のハサミ足を広げ、ハサミ足の毛に引っかかったデトリタス等の硫化物を食べる。石垣島の鬼沼エビ個体群が、初期田茂道によって研究されており、メスの放卵期は5月中旬マイナス9月初旬、産卵世期は7から8月。 卵は0 5 2 0 3 2ト、mm、ルの楕円球形と報告されている。両側回遊の生活史を持ち、卵から孵化したゾエア溶性は海に流され、海でチエビまで成長して川を遡る。他の沼エビ類と同様に食用や肥料に利用されるが、産業における重要度はそれほどではなかった。しかし20世紀後半頃からはアクアリウムにおける。 飼育生物の一つとして、流通、販売がなされるようになった。ただし、インド太平洋熱帯域における沼海海老類の多様性は高いため、鬼沼エビで流通しているものが厳密に本種である、保証はない。エーティプシス・マラッケンシス、ハットサミー・デグレーブ、エヌディー・インペント・チェフ、シェーン・ティー、アホ・チョング・エ・トール、エー、クラシフィケーション・オブ・リビング・アンド・フォッシル・ゲネラ・オブ。 デカポッドクロステーションズラフフルズブレティン・オブ・ゼーロジー2009サプリメントナンバー21109ナショナル・ユニバーシティ・オブ・シンガポール ABCD ・ ABC 三宅・貞義ヨ職原日本語型甲角類図鑑愛1982年保育者 ISBN45 億8630万620初期田1979の報告も引用されている ハット ABCD ケント E カーペンター&、ボルカ A12MFAO、Species Identification Guide for Fishery Perps, The Living Marine Resources of the Western Central, Pacific Volume 2 Cephalopods, Cross Stations, Horosliunes and Sharks, 鈴木広史、薩摩半島、大隅半島の河川に見られる。 炭水産エビ類2007年鹿児島大学総合研究博物館ニュースレターナ、no. ンバーワン 7PQAB フェナー A チェイスジュニアザカリディアンシュリンプスオブザアルバトロスフィリピンエクスペディション1907から1910パート7ファミリーズエイティデイエウゴナトの地代リンコ身体イデイバソペイリマナライデイプロセシデイ アンドヒポリティデイスミソニアンコントリビューションズツーズウロジーナンバー587スミソニアンインスティチューションプレスワシントン DC1997 ありがとうございます